腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は5級、シナリオは姿勢波乱、選択君主は董卓。第6回を始めさせていただきます。前回は生徒指導を陥落させた余生を買って馬長の白水館に攻め込みましたが、敗北したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。この部隊は全滅して、でそれを確認次第攻め込むっていうのはありですね。おお、いいねいいね、混戦状態になってるね。では剣閣から出撃です。こちらで全員兵士マックスで、残り兵士は5000ほど置きたいので1万4000ほどで、これでいいでしょう。でとりあえず生徒に返しましょう。我が命に従え。で、あ、命令書を使い切っちゃいましたね。とりあえずこれでいいんじゃないかな。ではちょっと公領周りの争い見ていきましょう。また傭兵館、今度は傭兵館か。ああ、なるほどね。でもやっぱり攻め込んでるのか。家臣と貢献が手を結んだ。いやー、マジかー。統合するのはいいんだけど。でこれ馬長の軍だな。ちょっと待てよ。そしたらこの2体入れる前にここまで進行しよう。この舞台だけでいいか。遂行だもんな。進軍しましょう。では見ていきましょう。本当にこいつ来るのかな、オフラさん。いやー、本当うさんくさい顔してるような。あ、来る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 。そしたら南蛮の武将にちょっと撃滅させてもさせていきましょう。いやー、歩が荒れるから嫌なんだよな。攻撃と。で、A 案からまた出てますね。いいね、こんなわけのわかんない軍出してんだ。絶対勝てるわけないじゃん。で、弱ったところをちょっとね、叩きましょう。では、進めていきましょう。いや、遂行だからやっぱり早いな。では進めます。よし、こちらの方が早いね。なんだ、敵接近時攻撃で中継へ。で、生徒に入れましょう。生徒が5万しか入らないんだよな。では進めましょう。ちゃんとこいつを撃破してから行ってもらいたいですね。よし、ちょっと突、よし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 。お、なんでだよ。なんでだよ。で、曹操軍になったってことか。三都市も、いやー、ちょっと待ってくれよ。大都市ばっかりな、連合ばっかりになってきたじゃないか。で、こちらがまた軍を出してると。なんでもっといい武将を出さないの。
現8個どういうつもりなんだろうか、負けるつもりなのかな、わざと。そう思えてならないぐらいわけのわかんない軍出してるな。でちゃんとオフラがね、戦え、倒せるか見ていかない。ケイシュの様子を見ていきましょう。よし、撃破ですね。でこれはいいとして、お、馬長たちが出てますね。まあ全く無駄なことやってるな。であとはいいですね、いい具合に消耗してるな。ただ軍を戻してるな、中途半端にしか減ってないな。これは草加だろう。シャマカは草加でしょ。あー、関羽も草加か。だけど負の隣接効果で全然レベルが違いますね。いやー、また全然ダメだな、何も情勢が動かない。甲州ちょっと狙ってみたいけどな。関中狙うのもちょっと無理だし、手詰まりだな。では進めましょう。それでは県内から出撃させましょう。で今回はスピードが勝負なので兵器でゆったりやってられないので、ちょっとこちらの方はもう統率高い方優先的にしましょう。なのでヒーのこの急戦を外して、カエも連れてこう。とりあえずこれでいいかな。では報酬を配ってヒーの機嫌を取っときましょう。お礼申し上げます。で県内から出撃です。学費、旅費、キルヒアイス、リラ、旅も買え。とりあえずこちらですね。で天下無双、戦車、短期掛け、連動、こちらの守りとヒアで一気当選とヒア、旅もが秋分連部、これだけでいきましょう。で買えは新旧だけでいいですね。で全軍率いてこちらまで進行いたしましょう。両方戦出る。では進めます。甲州さえ落とせばな。甲州さえ落とせばかなりの経済的利益が出るはずだ。それでは進行開始いたしましょう。最小で一気に、ここはもうスピード勝負ですからね、一気に南蛮部隊で周囲の歩を奪っていきましょう。任せね。こちら奪った後、永安から出てくるであろう部隊の兵隊を切るためにちょっとね配備しときましょう。では県内6700出していきましょう。顔料さんで、こちら馬勢と疾風怒涛で県内に向かって、ついてこい、県内じゃないですね、甲州に向かって進軍しましょう。であとこちらの軍全軍で一気に甲州に攻め込みましょう。では進めます。ええやん、怖いなー、見たくないなーすげー出てきてるじゃんでは進めましょう。でこちらでどんどん軍を動かしてますね。ちょっと両方だけ先行してるな、ここまで行きましょう。承知した。では進めましょう。まずは周囲の歩をどんどん奪っていかないとダメですからね。甲州まで来るまでにはね、時間がかかるはずですからね。なんだ早いな、長打か。そしたら布陣を敷いていこう。どうした？両毛がこちらから攻撃と、でリラ隊が両毛の北から攻撃、
で、学費はこのまま攻撃、火影は学費がここだろう。火影はそしたらこちらから攻撃だな。で、呂布は戦闘隊長なのでここまで進軍で待機かな。いや、呂布はここだな。で、キルヒアイスはこちらから北から攻撃しましょう。何か？リラはこれで攻撃でいいかな。いやー、とりあえず早く歩を奪わないとどうしようもないんだよ。で、この周りから出てくる軍を倒すためにもちょっとね、防波堤みたいにしていく必要がありますね。では報酬を配れる方いるので配っていきましょう。感謝いたす。では進めていきましょう。で、広州からは出てこないと。早く歩を奪ってくれと。いいんじゃないか、呂布がここで待機と。で、この部隊を包囲攻撃する形ですね。なので待機。そしたらここに行かせるか。で、呂布はここだ。任せろ。いや、大丈夫だろ、ここで待機だ。変に動かさなくていい。ここに分かり申した。で、カエはここに入ってく。で、キルヒアイスはこちらで攻撃と。で、両方がここの方がいいか。そしたらキルヒアイスも南から来る軍の抑えに回すか。ここまで行こう。3体で囲めばすぐに倒せるだろう。では進めていきましょう。で、あと甲州から出てくるかどうか。出てこないなら早く今のうちだ。まとめて片付けてやる。いいんじゃないの、一気に撃破と。で、源成さんは捕らえたと。いやー、北からは祝勇が来たと。そしたらもう一気に行こう。分かった。これでいいだろう。これで完全包囲だ。で、顔料は北が怪しいので今のリラ隊のところまで進軍しましょう。任せろ。で、こちら奉仕で、ここの部隊が行くのを待った方がいいな。ちょっとここで待機だ。任せてください。いいんじゃないの、祝勇はまだ強いけどなんとか抑え込める。では進めていきましょう。これで一気に甲州に詰めていきましょう。あとは出てくるかどうか。出てこない。よし、これは素晴らしい。いいんじゃない。で、うまく北に行ってる。主攻はこっちですからね。で、これはチャンスだ。ここの歩を奪って平坦を切っていきましょう。かしこまりました。で、こちらの部隊はここを押さえた後にこちらまで行ってここまで行きましょう。これで平坦を切れる動きになるはずですね。では甲州の戦い見ていきましょう。甲州から出てくるか。出てきた。13000。ただ今更出てきてもっていう感じだよな。よし、歩は奪ったと。で、耐久値半分で、顔料も向かっていると。で、両毛についてきてしまった。で、あとはここへ呼びました。渡りさえすれば。ご命令を。
これでいい。かしこまりました。さーて、周囲の歩はだいぶ奪ったからかなり弱体化したはずだぞ。では攻守の争い見ていきましょう。これ落ちるだろう。いけると思うんだよな、今回は。今回のこれはいけると思うぞ。よし、3700、結構減ってますね。耐久値4分の1と。いいんじゃないの、うまくいけた。我が豪遊で撃滅してくれ。顔料さん素敵すぎる。あと600、これは落ちる。では報酬配れる方配っていきましょう。これはいやー、いけないかと思ったけどこれいけますね。こちら軍出しておこう。文春さんで3000でいいでしょう。なぜかというとね、この辺りがどうせね、みんなまだ残るはずなので、総統戦でこちら攻撃仕掛けましょう。腕が鳴るぜ。都市をダッシュした後みんな混乱状態になるでしょうから、その後ね、相当する人間が必要ですからね。 で A 案は1万7000か。まだ結構兵いるんだな。では攻守の争い見ていきましょう。もう勝ちは確定ですね。いやー、なんとかなった。よし、一気に陥落です。よし、これでクシャーナとの交易ができるようになりましたと。で、敵将を捕らえたと。投与していきましょう。では捕虜になってもらいましょう。で、呂布も捕虜を捕らえてきたので、あ、投与しましょう。84ならいけるでしょう。あ、ダメなのか。では捕虜になってもらいましょう。で、ガリオが頑張って戦ってますね。よし、祝勇撃破。ではこの2体はこちらに入れましょう。かしこまりました。そして出撃で学費呂布、そしてキルヒアイスカエ、こちら出していきましょう。それぞれ奉仕使えるかな。よしよしよし、奉仕使っていきましょう。で、神球、奮戦、短期がけ、天下武装でこれでいきましょう。で、兵士一括で6000ほど、これで十分ですね。で、キルヒアイスとカエはこちら攻撃で、呂布と学費はこちら攻撃しましょう。敵接近時攻撃で攻撃ですね。で、キルヒアイスとカエもそうだな、敵接近時攻撃でここまで行った後この隊を攻撃と。いや、敵接近時攻撃でここまで進軍指示、これでいいでしょう。天下無双の出陣だ。で、顔料隊はもともと猪突なので、ここまでの進軍指示、これでいいでしょう。では攻守周りの戦いを見ていきましょう。一気に相当できるはずですね。いやー、なんとかなった。いいんじゃないの。各将がやばいよな。よし、攻勢を撃破ですね。いかがだったでしょうか。なんとか攻守を落とすことに成功いたしました。これで残るは A 案だけ。そこを奪えば慶州に進出が可能となります。漢中を抑えられてちょっと北に出ることが難しかったので、これでようやく将来の展望が開けてきました。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。